両者ともに右構えです。このラウンドもフック、フィリピン人ボクサーは若干タイミングがね、右ストレート、小林の右ストレート、踏み込みがすごい速いんで、相手が下に来るか上に来るかわからないんですよね。そうですか。やはり山中さん、倒すというのは上へのアピールになりますか。そうです。になりました。まず左のフックから出していきました。フィリピンから来ました無敗の挑戦者ロスランエコです。セレスさん、まずロスランエコ積極的にいきますね。右のフック、まあ、フィリピン人らしいですね。おっと右のフック、山中さん、これはパンチもらわないようにしたいですね。初回からガンガン来ますね。フィリピンから来ました10点出生の負けを、まずセレスさん、パンチをもらわないこと大切ですね。まず序盤はね、本当に気をつけてダメですよ。ありません。低い構えからパンチ来というのはどうでしたか。まあ、しっかりと見れていましたし、ここに、冷静にジャブロック、ジャブをつきながら、そうというところ。白に紫のトランクスがチャンピオンの小林豪樹、一方オレンジが挑戦者、フィリピンから来ましたロスランエコです。低い構えになりました。来たんですが少し落ち着きましたか。そうですね。フック、やはりロスランエコですね。くっついて、まあ、接近した時にはね、本当に好戦的なこのロスランエコです。小林選手の左のジャブがね、はい、機能するようになると戦いやすいですよね。切なってくると、はい、ボディを刺していきました。どういうふうに考えますか。やはりボディ、ジャブの距離感と、ボディです。もう出入りが本当に、セレスさん、その距離でいうとその立ち上がりはどうですか。ボディです。フック、まだどちらとも言い合い距離ですね。そうですか、はい、まずはその距離の探り合いというところ。ただ序盤はというシーンもありました。ナイスボディ、初の防衛戦落ち着いています。フック、ロスランエコ一発ある、この左フックには気をつけなければなりません。ジャブを刺していきました。身長は3センチ高いというロスランエコです。小刻みのフットワーク、全勝のボクサー同士の一戦。大きな右のフック、右のストレート、大きくパンチを振ってきました。両者ともに右構えです。このラウンドも出てくるでしょうから、そこだけ気をつけたいですけどね。はい、ボディです。セレスさん、ディフェンスという点では小林はどういうことを気をつけていますか。ここはスリップです。ここまでのところね、それほどね変な目もらってませんから。ガードを固めています。左フック、やはりフィリピン人ボクサーは若干タイミングがね、右のストレート、小林の右ストレート、小林選手の右のタイミング良かったですね。あ、そうですね、はい、強化しているという右のストレート。小林選手も、リードからの踏み込みがすごい速いんで、相手が下に来るか上に来るかわからないんですよね。そうですか、はい、だからどんどん上下散らしたいですね。ナイスパッチ。さあ、第2ラウンド仕留めにかかるのが早速、残り2分あります。まあ、ロスランエコ人がこれだけ前来てる可能、前来てるので、なるほど、カウンターがね、決まる可能性もありますからね。そうですか、スピードは全然やっぱり小林選手の方が速いですからね。エコもここは飛び込んできますが、山中さん、この小林の右というのはここまでどうご覧になっていますか。いや、右のタイミングもいいですよね、はい、上下散らして、ナイスボディ、相手もちょっと分かりづらいんで、はい、ここはエコも手数を出していきますが、ご勝手という様子があったんですよね。なるほど、伊藤さん対する赤小林陣営ですが、一発やはり警戒しています。赤コーナー新生ジム陣営です。おいしそー、いた、左に来ましたよ、来ました、スタートブリカッパリー、右のボディ炸裂、残り1分あります。第2ラウンド、いや、右のオーバーウンド来ましたね。右のストライク、しかしエコも前に来ます。ボディジャブ、ただこのジャブは常に忘れずに、狙う必要はないので自然な形でいいですからね。ストレート、いいですよ、仕留めるボクシング賞 3KO。 やはり山中さん、倒すというのは上へのアピールになりますか。そうです、まだ聞いてもラウンド残り、どう手数を出していくか。ジャブ、右のストレート、エコも手数が出ません。あっと、効いてるか、やはり効いている、マシン来てます、マシン来てますよ、効いてる、やっています。残り10秒です。右のストレート、ボディ、ナイスボディ、ボディ、右のボディを最後に出していきました。
立ち上がりからの攻撃の意図というのはどんなところを感じますか。ナイスジャブ。ジャブの差し合いになりました。いい、ね、あのジャブが当たる距離にいればですね、はい、絶対右に当たるチャンスありますからね。今も右が顔面捉えました。固めて前に出ます。じりじりと小林が前に出る展開です。伊藤さん、はい、一方青のロスライコ陣営ですが、先ほどパンチをもらいました。その後ですね、はい、椅子に座った後はセコンド陣の問いかけにもしっかりうなずいて、そしてジャブを刺していきました。ここ伊藤さん、はい、対する赤陣営ですが、小林陣営2ラウンドと同じようにしっかりブロックになると話しています。なるほど、ボディです。ここはボディへの攻撃。あ、これはただここはジャブをついていきます。左右のボディが一つ得意、右のストレートを井上トレーナーとともに強化している、そしてディフェンスも強化しているというこの小林豪輝です。いや、いい足ですね。そして上の攻撃、ボディ。さあ、ここもロスライコも手数を出していきますが、ここは追っていく展開です。でオーバーハンド打ちづらいと思うんですけど、ただ本当非常に、ね、あのコンパクトにね、あの3センチエコーは初のミニマム級での一戦です。5ヶ月前にはスーパーフライ級でノックアウト勝利も収めています。小林豪輝もかつては右のストレート一発でダウンを奪った、そんな試合もありました。このワンツーはどんどん打ち込んでいきたいですね。第3ラウンド残り30秒です。ここも丁寧にガードを固めてジャブをついていく。効いているか、どうだ。下も効いてますね。ローも背負わせた。下も効いてますよ。さあ効いてるか、アッパー。さあ仕留めに行くかどうか。右のフック、右のストレート押している。小林が押している。勝てば初防衛成功、世界へ大きなアピールになります。アッパー、右のストレート、ガードの上から放っていきました。ナイスパンチ。会場もどよめいています。アッパー。緊張してると思うんですけど、でも今はね、もうこの3ラウンド目なんかもね、完璧に自分のボクシングですね、いい距離ってますよね、はい、分かってますけど、それほどね、あの多分セコンドからまだ多分狙わなくていいよってことだと言われてると思うんですね。ゴールサインはまだ出ていないと、はい、ですからじっくりじっくりダメージを食べてボディーです。いいボディーですね。やっぱあの右を大きく打ってきますからね、あれを気をつけたいですね。はい、じゃあボディー、あーっと効いてるか、下がった下がった、エコが下がった、ボディー刺していった。あーっと、あーっと陣営がストップ。第4ラウンド TKO 勝利、陣営が試合を止めました。小林豪輝初の防衛戦、第4ラウンド TKO 勝利を収めています。WBO アジアパシフィックミニマム級チャンピオン、小林豪輝。4ラウンド TKO 勝利、WBO アジアパシフィックミニマム級初防衛に成功しています。